V 最強僕も出てーよ。 V 最強、あーそっか、主催だから出てないのか。そうなんです、みんな楽しそうだなって。楽しいっす。僕も二次三次入って二次三次の大会出してもらうわ。先輩って呼んでください。やっぱ入んのやめるわ。なんか休養思い出した。休養思い出した。休養、あー本当ですか、うん、でも休養終わったらいつでも先輩って呼びに入ってきてくれていいっすよ。いやーティップイス。あーそうなの。星川さんが先輩のような立場じゃなくなってたらちょっともう一回加入考えますんで。めっちゃ嫌じゃん。そっか、でも二次三次これから入ってくる人ってみんな星川さんのこと先輩って言わないといけないんだな。言わないといけないっていうのもそう。あーえ、かわいい。一回呼んでみて。かわいい。あー先輩、星川先輩。うわサラ先輩。帰りましょう。帰りましょう。もう推薦しときます、星川が。帰りましょうってなんだ。もう運営にもう推薦しときます。よっしゃ、この人入れないなら星川が辞めるって言って。やっぱ既存の人間に媚びるのが一番大事だった。媚び？いや媚び以外の何者でもないだろ今の。媚び以外何なの逆に。